今日は地元のレクサス店ですね、レクサス太田さんの認定中古車ですね、ご紹介していきたいなと思います。あ、こちらね、セダン4台ね並んでますけども、こちらがですね認定中古車の方になりますね。まずこちらのですね IS からご紹介していきたいなと思います。さあ、そしてこのボディカラーもなんていうの、ちょっと薄い水色というか、非常におしゃれで高級感のあるですね、色になってますね。でこれ特別使用車ですね、ちょっと詳細見てみましょう。はい、 IS350 の2021年モデルということですね。走行5000キロしか走ってないですね。 F スポーツのモードブラックというですね、特別使用車です。でオレンジキャリパーとか、パノラミックビューモニターね、ムーンルーフ、などなどですね、ついているということですね。で黒のホイールですね、非常にこのコントラストがかっこいいですね。内装がですね赤側になってますね。こちらねテールランプもデザインが変わりましてね、横一文字のデザインになってますね。非常にシャープでかっこいいですね。トランクスポイラーも黒になっててね、非常にスポーティーですね。でグリルも、まあ、ただの黒ではなくてね、こうツヤツヤの塗装が施されてますね。さすが5000キロだけあって非常に綺麗な1台ですね。はい、続いてですね ES のご紹介をしていきたいなと思います。このボディカラーもいいですよね。このデザインが引き立つ色というか、ちょっと金属質な感じの色でですね、非常に美しいですね。ここの部分はまああのちょっと艶消しというかですね、色分けされてますよね。こちらはピカピカのメッキで、こちらは艶消しと炭焼きができてますよね。でヘッドライトにはねレクサスの文字がこちらに、ね、入ってますね。さあ詳細見てみますか。 ES300H のバージョン L ですね。走行2万4000キロ。装備としてはデジタルインナーミラーとかデジタルアウターミラー、これですね、置くだけ充電、プロジェクションカーテシーイルミ、メッキサイドモール、フロアマットタイプ A、 ナンバーフレームセットなどなどの装備が入っているということですね。バージョン L なんでこのグリルがまたね F スポーツとこう趣が違うグリルが入っててですね、高級感ありますよね。まあ、ヘッドライトですね、ちょっとあの LS の50系のねちょっと前期にもうちょっと似たような感じのデザインテイストがねあるかなと思いますけども。さあアルミですね、アルミのこの色合いもいいですね。高級塗装を施されたね純正のホイールですね。18インチ235/45/18入ってますね。こちらがですねデジタルアウターミラーってですね、形がもう明らかに普通のミラーとね違いますね。メッキの部分も非常に多くてですね、高級感満載ですね。内装は白側内装ですね。こういうところのラインもですね非常に分かりやすいボディカラーですよね。あと
このラインがくっきりとお分かりになるかなと思いますね。こちらずらっとメッキが横に走ってるんですね。バンパーの下の方にもね、ずらっと横にラインが入ってますね。50LS の後期ですね。珍しい色でしょうかね。後期型もそこまでね、前期ほどは数が出てないと思いますんで、なかなかレアな組み合わせではないでしょうか。さあ、前期と後期のですね、ヘッドライト、まあ、あの LS ファンだったらね、まあ、あの比較は散々してきていらっしゃるかなと思いますけど、後期のヘッドライトですね、見比べるとですね、だいぶデザインが違いますよね。どうですかね、LS 乗りたい方どちらがお好みでしょうか。さすが LS っていうだけあって、こうメッキの使い方もダイナミックですよね。このバンパーの端、それからスピンドルグリルの周囲にもね、キラキラのメッキがですね、配置されてる、ね、はい、それではね、詳細をチェックしてみましょう。さあ、2021年式の LS500H バージョン、はい、20インチのスパッタリング塗装のアルミと、あと寒冷地仕様ってことですね。ディーラーオプションとしてドライブレコーダーとかテレビキット、フロアマットタイプ A、 ナンバーフレームセットが付属しているという LS になりますね。まだ走行1万9000キロということですね。非常に美しい赤ですね。こちらがスパッタリングの20インチアルミですね。凝ったデザインとこの塗装がですね、いつ見ても美しいですよね。内装はですね、白側になりますね。テールのですね、デザイン自体は前期も後期もこう変わらないような感じなんですけど、この真ん中のですね、こうメッキの部分っていうかがスモークになってるんですかね、後期は。で、前期はメッキになってるといったところで、まあこうかね、印象が違いますよね。新旧ね、 LS 比較してますけども、いかがでしょうか。まあ細かい部分なんで、なかなか後ろから見てパッと前期後期っていうのはね、判別はなかなか難しいかもしれないですね。はい、続いてですね、50系の前期の LS ですね。まあ、あの前期と後期ね、先ほども比較しましたけども、かなり顔の印象違いますね。さ あ、 詳細見てみましょう。2020年式走行3万1000キロの LS500H のエグゼクティブですね。最上級グレードになりますね。20インチスパッタリング塗装のアルミと寒冷地仕様、ムーンルーフ、アクセサリーソケット、フロアマットタイプ S、 ラゲージマット、リモートスタートプレミアム、サイドバイザーといったね、オプション装備が、ついていますね。
またこのクリームの造形ですね、すごいですよね。改めてこう見てみると、それからこちらね、20インチのスパッタリング塗装のアルミですね。で内装は白側になってますね。